ガソリン補助金の継続、ついに税金投入は6兆円を超える。一体、このお金、誰に、どんな風に恩恵が渡っているのでしょうか。はい、こんばんは、参議院議員のしゅ俊です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。9月の12日にこちら収録をしております。 え今日はですね、あの、昼間に、昼間に、あのまた、あの、伝え方のプロである、株式会社海カ,カさんとのスピーチトレーニングをやらせていただきました。なので、私もですね、今日は改めてこのスピーチ8ヶ月トレーニングやりますやったことを思い出しながらですね、この間の取り方を大事にして、この YouTube も練習をしていきたいと思います。やっぱり、ね、この早口というのは、なかなか治るものではないんですけども、苦点、丸が出るタイミングで間を取るだけで、だいぶ聞きやすくなる。 ということをね、私も今回学びましたんで、この間を取るということを今日からですね、もうこの9月12日の YouTube から徹底してやっていくということを私はやりたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ということで、え今日はあのガソリン補助金についての話題です。TBS さんがこういったニュースを流しておりました。ガソリン補助金、すでに6兆円の税金。 政府が補助金拡充スタート。175円は実現するということで、レギュラーガソリンが最高値を更新する中、政府は昨日から石油元売り会社に支給する補助金を拡充しました。ガソリン価格をどれだけ抑えられるかが焦点です。ということなんですが、まあ、このニュースにもあるように、この、この補助金、ずっとこれまでやってきた補助金というのは、まあ、何度も申し上げている通り、この石油の元売り会社に補助金を出すわけですね。 消費者の方に直接出すわけじゃなくて、元売りの事業者に出す。ということで、やっぱ補助金というのはね、事業者に出しますんで、まあ、いわゆる中抜きと申しますか、事業者に対する利益というのが、これ発生するわけですね。で、まあこれはもう周知の事実であったわけなんですけども、この間もこの補助金やめるべきだっていうですね、陳情を、あとある団体の方から受けていて、団体というかまあグループから受けていて、その方がすごくね、その投資家の方なんですね、その方々は。 で、彼らが、そこ言ったのはすごく印象的で、そのね、6兆円も税金突っ込んで、誰が儲けてるか、誰にお金が渡ってるか、分かってんのかと。俺たちだよと。投資家だと。もう投資家は、補助金が入ると分かった瞬間に、その石油の会社にお金を突っ込めば、どん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 リターンが来ると。で、石油会社も、今、かなり、えー、収益を上げてると。で、そんなところでこう6兆円も税金を突っ込んで、俺たち投資家がね、何百億も儲けてるのは、おかしいじゃないかって言われて、 いやあ、それは本当に改めてそう言われると、やっぱりこの補助金というのはね、弊害が大きすぎる。景気を底支えするため、この国民生活を支えるために、まあ、給与の策として、まあ、美法策として、あの、この補助金は認められる部分もあるというふうに思ってきましたけども、もうこれはもう長すぎる。もうやめどきももう見失ってる。ならば、やっぱりこの補助金をやめて、同じ税の使い方するんだったら、減税をするということですよね。 税を下げて、消費者の皆さんに直接お渡しをすれば、事業者や投資家、こういう中間にいる方々が利益を得るようなこともなくて、ダイレクトに国民の皆様にお金が渡っていくと。 補助金でばらまいた場合、6兆円も突っ込んで、それはなんか我々国民もガソリンで下がっている実感がありませんし、結局はそれはまた国の財政負担になっていくわけですから、もちろん積極財政を今するタームではありますけども、でも無駄なことにお金突っ込んだって、経済成長はしませんから、その6兆円、しかるべきところに減税で下げる分は皆さんにお手元にお返しし、そして本来補助金をつける、まあ教育であるとか、福祉であるとか、まあそうしたことに、あるいは成長産業や投資にしっかり使っていく。 まあこれはやっぱりアルベックスがあるべく使だと思うんですよね。ということで、まあこの臨時国会、来月からも始まると言われておりますけども、もうこのバラマキ補助金はいい加減も潮時だと。もうやめるべきで、これは緊急策として一時的には認めてきたけども、もうこれ以上継続はまかりならんと。もうやるのであれば、すぐさま減税。ガソリンというのは税金の塊で、しかも暫定税率というのが設置されていて、今税金取りすぎているわけです。 さらに今年は税収が6兆円も上振れしているということですから、税金は下げられる。政府はお金が余らしているわけですから、すぐさま減税をする。このことをね、強く提言していきたいと思います。え、またあの、経団連のがね、あの、消費税を上げるべきだというような提言もしたというようなことを発表しておりますけども、この税の負担を増やすことばかりじゃなくて、歳出改革をまず徹底的にするべきですし、 無駄な事業がこれだけあって、補助金をばらまく体力がこれだけあるのに、その消費税増税なんていうことは、議論に、議論のする余地ではないというふうに思いますし、そして経済成長で税収を生み出していく。 そしてこの景気を今は底支座さえするタイミングでありますから。まあ、この全ての今のタイミングで行う増税というのには、もうこれはもう原則全て反対していきますし、増税の前にやるべきことがあると。まあ、ちょっと使い古されたフレーズが昔からありますけど、当時私がいたみんなの党というところも使っていたフレーズですけどね。まあ、しっかりと言うべきことは主張し、そして下げられる税金は下げていく。まあ、減税、特にこのガソリン補助金は今すぐ減税に切り替えるべき。 ということをしっかりと臨時国会でも主張していきたいと思いますので、よろしくご視聴ごめんたつ、コメント、とチャンネル登録や高評価、コメントでの応援。そして今回この間を取ったこのスピーチトレーニングの成果についてのご感想などをぜひとも記載していってくれると嬉しいです。それではまた次回、さよなら。